シャンタル諸島とその1、シャンタル諸島はオホーツク海西部にあるロシア領の諸島。行政区分としてはハバルフスク地方に属する。大小約15の島で構成され、地理的には外満州の一部でもある。諸島の総面積は2500平方キロメートル。諸島とロシア本土との最も近いところは4キロメートルほどしか離れていない。 諸島内の最大の島は、ボリショイ・シャンタル島であり1766平方キロメートル、標高720メートルである。定住人口はない。シャンタルという名前は、二部フも由来である。リンゴルム海峡で泳ぐ北極クジラの一群。シャンタル諸島国立公園が2013年に制定され、同年 WWF 世界自然保護基金と、 国内外の保護研究者たちの協力のもと、同国内では、初の芸類保護区となる、マガダン周回用生物保護区も設立された。保護区の名にふさわしく、非常に多様な生物層が見られ、陸海空の貴重な動物類が共存している。鳥類では、シマフクロウや、オオワシ、シベリアライチョウやミサゴ、アオシギ、シロハヤブサ、アカエリカイツブリ、ナベコウ、 エトピリカなど240種が確認されている。ヒグマや赤ギツネ、カリブやトナカイ、クロテンをはじめとする天族、ユーラシアカワウソなどの陸生哺乳類が人間を恐れることが少なく頻繁に海岸に寄ってくる。イソにはアゴヒゲアザラシやゴマフアザラシ、ゼニ型アザラシ、トド、ラッコなどが急速し、流氷とともにクラカケアザラシが現れることもある。また、 人間の影響が少ない、この地では海岸から数メートルの距離にまでクジラ類が接近してくる。ミンククジラやシャチ、ネズミイルカもよく見られるが、何よりも絶滅危惧な種類が頻繁に陸付近に現れることが特徴である。これらは北極クジラ、セミクジラ、西国クジラ、ベルーガ等であり、どれもが極めて貴重である。陸上から観察する少人数制の観察事業も、 始まっている。川では、チョウザメや、サケ、マスカなど数多くの魚類が見られる。ベラギスロブレイブスキー、2014年6月1日、閲覧、W、インターファックス、2014ガベットイシュタブリシャスシャンター、アイランズ、ナショナルパーク W、ロシアビヨンドザヘッドラインズ、2014年6月2日、閲覧、ありがとうございます。